演舞開演。どうも、本日はこちらママのザ・パスタ4種チーズのカルボナーラを食べたいと思います。4種のチーズ、あーそれだけでもう美味しそうな響きですね。ではおー、どれセンチーは、こちら冷凍パスタなので今回今日もちょっとすでに解凍してあります。ではチーズとご対面。いや、パスタじゃねえのかよっていう話ですよね。ではおー、チーズのいい香りがします。これは期待を持てますね。あ、混ぜて、お、ベーコン出てきた。カルボナーラではベーコンも欠かせませんよね。ほうれん草、チーズが程よく絡んできましたね。ではいただきます。あれ前も紹介したかな、これ。まあいっか。チーズがすごく濃厚で パスタとうまく絡んでいました。パスタも程よく弾力があって美味しかったです。やっぱり弾力があると絡みがいいんですね。でベーコンや黒胡椒の存在感もちゃんとあって、冷凍とは思えない美味しさでした。本当にすごいですね。というわけでこちらの点数とさせていただきました。それでは「アイスクリーム柱にはちょっと荷が重い」と出ちゃいますもんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。